聖志郎ちゃん、ラク、ちょっとこっちに来てくれ。なんだアッシュ。その写真の束は一体。実は文化祭の時の写真なんだよね。二人にも見てほしくてさ。もうちょっと前のことなのに懐かしいな。あ、でもこれ客席からの写真だよな。どうやって撮ったんだ。しかもまるでプロのカメラマンが撮ったかのような出来だな。知り合いのプロカメラマンに頼んだからね。クオリティは一流だぜ。相変わらずお前の人脈ってのはよくわかんねえな。見ろ、貴様も映っているぞ。ロミオの衣装はさすがに凝っていたな。こっちは聖志郎ちゃんの告白失敗シーンだよ。ブブ。そういえばあの時の借りをまだ返していなかったな。やば。ああ、ほら聖志郎ちゃん、これあげるから許して。これはジュリエットに扮するお嬢の写真。お美しい。どうでしたろ、いい写真ですやろ。うむ、これに免じて許してやる。へへ、毎度。何やってんだか。おっと、それよりも本題だ。本題？いや、この人の写真なんだけどさ、直接渡すにも渡せないし、扱いに困ってるんだよね。あ、こいつはクロード様だな。勝手に乱入してきた時はびっくりしたよ。面白かったから別にいいけど。いや、俺は普通に引いたぞ。衣装まで着てやがったし。あれ自前か。演劇部に借りたらしいが、なんというかすまない。とりあえずこの人の写真は聖志郎ちゃんに渡しておけばいいかい。そうだな、私が預かっておこう。多分本人もお嬢と一緒に写っている写真は死ぬほど喜ぶだろうから。それにしても私の写真、一条楽も一緒に写っているのだな。ん？なんか言ったか。なんでもない。そうか、俺がどうとか言ってたような。とにかくお嬢とクロード様の写真とついでに私の写真も持っていくぞ。じゃあな。あんなに大事そうに胸に抱えちゃって。よっぽど気に入ったんだな、千棘の写真。まったく、我が親友ながら鈍感すぎて呆れるな。聖志郎ちゃんもかわいそうに。ん？一条楽、何を一人で下校しようとしている。お嬢はどうした。千棘なら小野寺と一緒に委員会の仕事を手伝ってくるんだと。俺は邪魔だから帰れってさ。ついにお嬢に愛想をつかされたか。哀れだな。へいへい、哀れな男が帰りますんで、そこ開けてくれよな。さて、今日は何を作るかな。今日はなんとなく肌寒いし、体が温まるようなもんがいいかな。つぐみ、なんかいいアイデアはないか。お前が食いたいもんでもいいぜ。そうだな、今日の気分は肉じゃが。って待て、なんで私が貴様と普通に楽しく帰っているんだ。なんでって、昇降口からそのまま一緒に歩いてきたからだろうが。なんか変か。何を平然と。貴様と二人で帰る理由なんか私にはないぞ。そりゃ俺にもないけど、別にいいじゃねえか。俺はお前と帰るの結構楽しいぜ。そうなのか。ダメだ、なれなれしくするんじゃない。はいはい、わかったよ。俺はこのまま買い物に行くから、お前は好きにしな。じゃあな。ちょっと待て、一条楽。今度はなんだよ。あそこにいる子供、もしかして迷子なんじゃないか。
子供？本当だ、ありゃ完全に迷子だな。なあ、こういう時はどう対応すればいいんだ？子供の扱い方なんて私は知らないぞ。俺だって知らねえけど、見ちまった以上ほっとくわけにもいかねえだろ。おい、そこの坊主。よしよし、きっとお母さんもすぐに来るから、私とここで待っていいよな。マー君だったか。うん。つぐみ、ちょっとひとっ走りしてみたが、どうやら近くにはいないみたいだぞ。うん。だがこの子を連れて回るのも得策ではあるまい。しばらくはこの場所にとどまって様子を見よう。そういうことなら。よし坊主、お母さんが来るまでは俺と遊ぶか。おい、そんな露骨に嫌そうな声出すなよ、悲しくなるじゃねえか。貴様は子供にすら好かれんのか、哀れよの。どうだ子供よ、私と遊ぶか。うん、お姉ちゃん大好き。くそ、動物たちといい子供といい、この差は何なんだ。お姉ちゃんと遊ぶ、お姉ちゃんと遊ぶ。ああ、わかったわかった。よし、何して遊ぼっか、何でもいいぞ。へえ、そうやって子供をあやしてると優しそうなお母さんって感じがするな。つぐみは将来いい家族を作れそうだな。家族誰が貴様と家庭なんか築くか。俺となんて一言も言ってないんですけど。もう喧嘩はダメだってお母さんが言ってた。笑って笑って。こらやめろ、くすぐるなって。お姉ちゃん、お母さんよりお胸おっきいね。このエロガキなんてこと。こら一助なく、黙ってないで貴様も止め。なんで鼻を押さえてるんだ。いや、気にしないでくれ。マー君。あ、お母さん。の、ようやくお迎えが来たみたいだぞ。解放された。ありがとうございます、うちの子を見てくれて。いいっすよ、それより見つかってよかったっすね。貴様は何もしてないだろうが。うるせえ、分かってるよそんなこと。それじゃあマー君、これ以上お二人のデートの邪魔をしないようにお礼言って帰りましょうね。デート？いや、私たちはそういう間柄じゃ。おっきいお姉ちゃん、ありがとう。おっきい？うわ、なんでもないから気にしないでくれ。そうですか。とにかくありがとうございました。それではバイバイ。あの母親には私たちが恋人に見えたというのか。みてえだな。あ
私が貴様の恋人。いて、なんで殴るんだよ。 うるさい。私は貴様の恋人だと言われようとこれっぽっちも動揺していないからな。だから貴様も気にするなよ。俺はそんな気にしてねえけど。そうか、ならいいが。気にしてないのか。そうか。何なんだ一体。ったく、油断も隙もねえな。お前、一緒に買い物になんか行くんじゃなかったぜ。ケチケチするな。お菓子の一つや二つとお揚げの10枚や20枚買ってくれてもいいではないか。そんなに買ってたら家計が持たないだろうが。ったく、菓子もお揚げもたくさん入れやがって。売り場に戻すのも一苦労だったぜ。だっていっぱいお菓子があれば楽とゆっくり食べれると思ったのじゃ。よかれと思ってやったのに、こんなに怒られるとは思わなかったぞ。おいおい、泣くなよな。泣いてない。ったく、キツネの妖怪だなんて言ってもまだまだ子供だな。一つくらい買ってやってもよかったか。ん？なんだこれ。うっかり豆腐の極みで、これって1枚500円もする高級お揚げじゃねえか。ふふん、数々のお菓子と普通のお揚げは目くらましじゃ。恐れ入ったか。やられた。こっちが本命かよ。ヤクが一生懸命棚に戻して回っている間にカゴの奥底に隠しておいたのじゃ。完全に化かされたのう、ラク。わらわの方が一枚上手じゃ。こいつは俺が食うから、お前は夕飯なしな。それは卑怯じゃ。もうあと5分。坊ちゃん、いつまで寝てるんですか。遅刻します。もう8時回ってますぜ。なに。さあさあ急いで支度してください。お、悪いな、リュウ。